奈良県立奈良工業高等学校は奈良県奈良市にかつてあった男女共学の公立工業高等学校。全日制と定時制がある。男女共学校であるが女子生徒の割合は極めて少なかった。略称は奈良うであるが奈良県立奈良高等学校の略称である奈良う、奈良交通の略称である奈良うと混同するため文書以外で使われることはあまりない。 2007年に奈良県立奈良商業高等学校と統合をされ奈良県立奈良スザック高等学校が新設されたことにより募集を停止し2009年3月31日に閉校したボクシング部やフェンシング部がインターハイや国体出場など全国的に活躍文化系では県内でも珍しい郷土芸能部が全国的に活躍しているボクシング部は ロサンゼルス五輪に出場した、貢献公明が顧問をしており、ドーム OB には、アトランタ五輪やシドニー五輪に出場した、辻本和正や、WBA 世界スーパーフライ級タイトル二度、獲得の名城、ノブオなどがいる。また、ラグビー部顧問を務める山本聖吾は、テレビドラマ、スクールウォーズのモデルにもなった京都市立伏見、工業高等学校ラグビー部に、かつて所属しており、 山本自身も同ドラマの登場人物の一人のモデルになっていた。奈良工業には、県内には珍しい L&P 部があり、人権問題に積極的に取り組んでいる。ありがとうございます。